今日は超絶うまい人たちを集めてまいりました。今日はですね、この中で誰が一番いいスコアで上がってくるかを視聴者の皆さんに予想してもらいたいと思います。上りのでアゲンストのちょっと距離がありそうなホールです。右目に打ちます。そんな感じのショットだよ。前に行くのはドライバーだけど。じゃあ後半お願いします。お願いします。ちょっと上げなんで低めで。もう私はもう絶対パター本当にパターが入らなかったので、うん、ちょっと後半リズムを戻したいと思います、うん、でもみんなね、うん、同じ感じに苦戦、グリーンに苦戦したのかなみたいな、もうグリーン周りがめちゃくちゃ難しいコースなんで、うんうん、もうその辺が本当に攻略の鍵ポイントです。で、アゲンスト。で、はい、バンカーはキャリーでは越えないから、あの左のバンカーからちょっとフェードかけて行く感じをイメージしていきます。はい。3番ウッドです。3番ウッドでちょっと。はい。スライスかけて。出ました。ナイスショー。津田さんがこう競技に目覚めたきっかけって何だったんですか？目覚めたきっかけは、ゴルフやってた時期からちょっと仕事で離れて、うんうん、でやり始めて、なんか何もないのつまらないなと思って、うんうん、最初にあのパブリック戦に出たんだよね。でそこでなんか一番最初に出たパブ戦で全日本で5位かなんか入って、日本アマにあのいきなりです、いきなりあのチートで行けちゃったの。行けませんかって言われて、はい、で子供たちの中の成績、うん、あのスコアが3位以内だったんで、はい、パブ戦って割と若いと思う。そうだから1位があの時青木セレナちゃんで、2位が坂井美希ちゃん、はい、で今3番目のスコア、そう、うん、プロゴルファーの中に、そう、靴田さん3番目で、でなんか出れて、うん、出たらなんかすっごいレベル高いから、うん、あ、面白いなと思って、そっからスタート、うん、AP ですか今。AP です。今こうセカンド逆弾出たじゃないですか。うん、ああいう時になんかこ気持ち的にはなんかどういう。今ちょっとイメージ出来上がる前に打っちゃったんで、入っちゃったんで。うん、でもミスは気にしないって感じですか。ミスはもうなんでミスしたか原因を探して、その原因次起きないようにあのこうやっていくっていうスタイルで。なんかもう次打つ頃にはもう全然。ね、気にしてなくても次のボールって感じだったんで、逆球が出ます、上手い人でも出ます、こっからなんですよ。
いてもらっちゃって、抜いちゃっていいですか、はい、はい。この抜き差しどれぐらいで判断してます？抜き差しでもずっと差しっぱなしで最近やってたんだけど、うん、今日なんか抜く派がいたんで、うん、抜いてみたら抜いた方がなんかライン出しやすかったんで、長いのはもう全然差したまま、うん、怖いか。気をつけてること教えてください。ティーショットで気をつけてること、うんうん、しっかりと自分の描いたところに向けているか、向けていい、向いてるか、向いてるアドレス、うんうんうん、イメージと自分のスタンスだったりとか、まあ、オープンにしてもクローズにしてもいろいろあるけど、自分のイメージとそれがちゃんとこう自分の向きたい方向に合ってるかどうか、うんうん、大事にしてる、うん、このコースが結構それを必要としてて、セカンドとかドッグレッグだったりとか、いきなりこうこっちの方向に歩いてたのに急にこっち向いて打たなきゃいけない時とかって結構感覚を、うん、崩されやすいから、その時にちゃんと自分の目標としてる場所に向けてるかどうか。福田さんは何？でも私も一番気をつけてるのはそういうアライメントなんで、向けてないと絶対右向いてると絶対左に行こうっていう意識が自然に働いちゃうんで、そこ一番一緒です。一緒です。一緒、うん、うん、私はまずどこにハザードがあるかを確認して、でそれと自分の球筋がもうドロー1個しか出ないので、その球筋とどう、そう計算していくかっていうことを考えてるかな。まず一番最初にどこにバンカーがあるかとか、どこに池があるかとか、まずそれを見て、でそこからこう計算、逆算したりして計算していく感じです。バンカーの右の奥に、あ、はい、が目安。あれじゃちょっと左行くとあれなんで、ちょ、あれより右でもいい。あ、右は安全ですか。ちょっと右でもいい。はい。なんで今その3本の中からそれを選んだんですか？まず消去法で手前のバンカーに入るのだけは絶対に避けたい、避けたいので、ここで3ウッドを打つとダウンヒルで多分球が上がらないので、うん、3ウッドは消去法でないとして、ただ7番ウッドにするとサードが多分距離が残ってしまうので、5番なら上がってってくれると思うんですよね。はい。なのでヘッドアップだけは、重心が浮くことだけは絶対にせず、ナイスショー。本当にゴルフやってやっぱさもうね時間が違うよね。もう午前中ね、すっごいもうチョロみたいな、チョロだったの、チョチョチョってチョ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 しか行かなかったから、もう恥ずかしくて。そうだ、高くなったね、球がね。あと3分の1上がってますよ。今までなんかそうちょっと低めのフックで入ってたけど、なんかあんだけ上がるとまた全然ゴルフが変わるね。変わってくる、ね、全然多分狙っていくところも、ね、変わってくるね。変わってくると思う。トレーニングやっただけ
何かちょっと変化があってよかったかなって思う。ちょっと嫌な感じちょっと薄めな感じ、ね、今の私には対応しかねます。今のは何店ですか？今のはライが悪かったので、なんかパンチショット、ワンクラブ大きめのクラブでパンチショットでこうちょっとフェード気味にと思ったんだけど、ね、うまく入んなかったね入んなかった。もう全然、うん、そうね、下手なんだねいや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 、何ミスっていうより、うん、練習してきた方がいいかな。今までできてたことがなんかできるかなって思うけど、やっぱやってる量が減ってる分ちょっとできなかったかなみたいな。もうちょっとね、今の自分を考え直さなきゃいけないんだけどね。どんだけすごいなんかあのいい人なのみたいな。もういや、あのショット打ってたら誰も文句言えないですよ。なんか出会い頭は出るんだけど、うんうん、なんか今のが多分今の私で、今のは今の私、そう、今のは今の私いい人すぎる違う、謙虚、今ね、認めたもうね、過去は忘れようまい、ナイスアウトです。ナイスアウトです。ちゃんと振り抜いてるとあ、いいね、ダメちゃった、なんだその、ね、あ、早い、そうだよね、嫌だだと思ったの。ナイスパー、さすが寄せワン、ね、こういうとこがね、すごいよね。メス、ちょっと視覚的にすごいタイトに見えるコースなので、うん、右のバンカーに入っても、まあ、顎はそんな高くないのでいいかなと思って右目に行きます。戻ってこない、どうなるか、うん、そこはセーフなんですか。やりすぎちゃったっていうミスだと思うんですけど、うん、はい、あんま気にしないですか。あ、今のは当たりはそんなに悪くなかったんだけど、うんうん、ちょっと薄かった分戻ってくるのが足りなかったかな。うん、そう、ね、狙ってる方向は、ね、しっかりあったし、うん、狙ってる方向も距離も出てるなって感じだ。そう、ちょっと薄かった分かな、うん、やっぱりこういうレイアウトだと右の崖とか、あの右のバンカーに向かって打たなきゃいけないので、もうちょっと振り切らないとダメだったかな。左こんな感じなんだねって感じですか。うんね、意外と左は大丈夫だったのかな、ね、みたいな。どこだ、どうかな、ボール見えるまでは結構下まで落ちてるのかな。あー、なるほど、お、なるほど、結構上行く系、上行く系かな。抜けた、抜けた、うん、木の前に行きました。はい、よし、ちょっとピンが奥でちょっと助かった。
30ヤードぐらい上げて、ちょっとコロコロぐらいのイメージでいきます。傾斜、つま先、つま先上がりだけど、クラブどういうイメージで入れてたんですか？傾斜に沿うように、とにかく沿うように、うん、どうだろう、あんまり下りとかこう上りを気にせずに、うん、もう本当ボールに綺麗に入るように、もうそれだけ、それだけ考えて、うん、でもやっぱちょっと開いて入るからスピンかかりやすいかな、うん、下薄い、完璧です、ナイス、あー、ナイス、それでもいっちゃうよ。くできますね、そこの薄いライン。思った、今すごい薄い音した、もう。あ、そうそうそう。ごめん。バンカーショットする。いや、もうちょっと。バンカーショット、そう。みたいな感じ。わざとダフる。なるほどね。上に取ろうとすると、結構難しいんで。バンカーショット的な。傾斜がだいぶきついので、ボールに勢いがなくなったら、ギュッと曲がると思うので。そっからギューって曲がっちゃうと思う。うん、耐えた方が。意外と。はい。